おはみん共学。はい、どうも、こんにちは、なるみこと、しーななるみです。はい、というわけでね、今日はいきなり、すっぴんにマスクの状態からスタートしてるんですけども、私が結構過去のメイク動画とかでずっと、シミをね、取りたいんだよね、みたいな話をすごいしてたと思うんですけども、なんと、この度、ついに、シミ取りのレーザーの方、やってきましたー！イエーイ！そのね、様子を撮っているので、そちらの様子を流した後に、こうやってから2、3週間くらい経ってるんですけど、そのお肌のね、経過を見せていきたいなと思います！皆さん気になると思うんですけど、二重のね、埋没手術の方も、経過をね、撮ってきたので、そちらも一緒に、ぜひ、見てくださーい！持ち帰って痛かったら冷やしてください。はい、はい、炎症を抑えるのはクランクになって、はい、ちっちゃい入れ物に入れてお渡しするので、はい、テープの上から染み込むようになってるので、クランクを塗り続けてください。私が今先ほど終わって、これはなんか今冷やしてもらってます。こんな感じでね、テープを上から貼ってもらってるんですけど、いよいよ続いて大手術がこの後あります。ちょっと緊張しますね。頑張れさすがにメンズの方がでも痛みに弱いって先生言ってたから、その一言がね、怖かった。確かに。でもいや、めっちゃ痛いと思ってやったら意外とそうでもないかもしれない。だって逆にさ、痛くないって聞いて痛かった方が嫌じゃない？確かにね。どうですか感想は？まず正気麻酔がすごすぎて、最初の痛いフェーズが気づかないぐらいの最初。そんなに？マジで。針は全然痛くなかった。針は思ったより痛くなかった。やばっ。でも、多分左右って順番でやってて、右の最後がちょっと痛かった。なんか左の痛いなっていう感覚を持ったまま右に行ったから、それが構えたぐらい。施術中は基本的にはもう正気麻酔で感覚あんの？やられてる感覚は？やられてる感覚はあるけど、糸入ってんなとかはあるけど、痛さは全くない。全くないってやばくない？縫ってました？縫ってましたよ全然わかんなかった。でもめっちゃナチュラル。本当に？全然わかんない。先生もすごい絶賛してます。おお、すごい。ノーダウンタイム。マジで？ノーダウンタイム、すごい。そんな言葉があるんです。手術をしてからね、3週間くらい経ったんですけども、お肌のね、調子をちょっと見せていきたいなと思います。はい。で、わかるかな、このここはほくろだから反応しないよみたいな感じで言われたんですけど、まあここがまだちょっと若干残ってるかもしれないんですけど、めちゃくちゃ綺麗に消えました。ここにめちゃくちゃ大きいシミがあって、まあ、ここを一番取りたかったんですよね。ここはもう全然結構綺麗な感じで消えたのと、あとはまあ結構こうポツポツ、まあこの結構顔の右側のシミがすごい気になってたんで、それは全部取ってもらったんですけど、黒だねって言われたところ以外は結構全体的にすごい綺麗になったんじゃないかなと思います。やっぱりね、シミが大きいシミ一つ消えるだけで全然なんか違く見えるっていうか、肌も明るく見えますね。割と全体的に薄くなってすごい綺麗になったのでめっちゃ満足してます。やっぱりね、化粧するときにコンシーラーをすごい厚塗りしてたんですよ、前は。けども今は全然コンシーラーも、もうこことかもちょっとペペペってつけるだけでパウダーで隠れるので、メイクの時間とかもすごい短くなって、私的にはとても大満足な感じになっております。というわけで、まあね、二重の埋没の経過も皆さん気になると思うので、じゃあそちらの方も紹介していきたいと思います。はい、それではどうぞ。マネージャーの田中です。マネージャーの田中です。はい、目どうですか？もう普通に、痛みとか一切なくて、本当にあの施術をしてから3日後ぐらいから本当に違和感なくなって、早っ。そんなもんなんだ。そもそも施術自体がその1日で、日帰りでできて、ダウンタイムも少ないですよという施術なんで、そんなに痛みとかもなくて、腫れとかもそんなに出なくて、すぐ馴染んだっていう感じです。すごい。でも超さ、ナチュラルじゃない、うん、開けてみたいな。あ、でもすごい、目つぶった時もそんな、もっとさ、二重の整形ってがっつりさ線何映る、うん、やっ
ますみたいな、目閉じた時にね線出るみたいなイメージだったんだけど、うん、全然さ分かんないね、目閉じて。すっぴんでさ、これじゃん。女の子さ多分アイシャドウとかだったら全然分かんない。うん、ということで大満足しております。はい、というわけで今日はシミ取りのレーザーと二重の埋没手術のレポ動画みたいな感じになります。ぜひ皆さんね、気になった方は TCB 渋谷院さんにぜひぜひ行ってみてください。それでは今日の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。